ハロー、アサギーノです。今日の私のお昼ご飯はキリのクリームチーズアイス。はい、こんな感じです。ザ・アイスっていう感じの形です。ではいただきましょう。しょっぱい、しょっぱい、なんじゃこりゃ。なんかチーズすぎてもうなんか全然甘さがないっていうぐらい、普通におつまみになりそうなぐらいしょっぱいんですけど、ワインと食べれるんじゃない？これもうワインに合うアイスって言ったら売れるかもしれないね。なんじゃこりゃ、想像と違います。これでも好きな人おるんかな。どういうタイミングでこのアイスを食べればいいかわからん。なんかアイスってさ、甘いもの食べたい時とかさ、シャリシャリしたもの食べたいって感じやん。これはなんか中もねとーっとしてるし、しょっぱいし、なんかアイスやのにしょっぱいし、新感覚です。ごめんなさいキリさん。まずい。もうチーズを食べるっていう覚悟で食べないとってなるので、皆さんアイスだと思わない方がいいかと。買って後悔したアイス第1位に認定いたしましょう。チャーチャラチャーチャラチャーチャラチャーチャーチャラチャーチャラチャーチャラ。あのですね、皆さん、私の誕生日は6日の明日なんですけど、お誕生日にチャンネル登録集3000、お誕生日にチャンネル登録数3000人行くっていうダブルお祝いがしたいので、あと多分10人ちょっとなので、皆さんご協力をお願いいたします。ワンクリック、または iPhone の人はワンタップが私のお誕生日プレゼントになると思って、チャンネル登録していただければと思います。いやー、もう非常に美味しくなかった。私の個人的な意見なんであれなんですけど、もうちょっと甘かったら美味しかったのになーっていう感じです。チーズ大好きやけどさー、アイスにはしてほしくなかったっす。最後まで見てくれてありがとう。一つお願いがあります。スマホのみんなはここのチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンのみんなはここのチャンネル登録ボタンをクリック。ツイッターをやってるそこの君、アサギーニョのツイッターもぜひフォローしてみてくれ。そしてコメントグッドボタンをくれると、アサギーニョは今日もぐっすり眠れるのです。じゃあまたね。くだらねえとつぶやいてっていうのをインスタにアップしたんで、ぜひ詳細欄からインスタ見てみてください。バイバーイ。